大道筋大道筋大道筋は大阪府堺市堺区の中心市街地を南北に縦断する道路。北は山和橋から南は南の橋まで旧来の堺市街地のほぼ中央を南北に貫く道路で紀州街道の一部区間にあたる。現行の道路名では綾野町交差点以北が堺市道並松綾野西1号線。 綾野町交差点宿院交差点間が、堺市道大道筋、宿院交差点以南が、大阪府道197号、深井畑山宿院線の一部区間となっている。綾野町交差点以南の約 2.5km の区間は、福院約 50m、片側3車線、道路中央を路面電車が走る大通りとなっている。案内標識大道筋の東側に残る。 町や大阪の陣で開人に返した後に実施された、源名の町割によって、住吉、大阪に通じる道路かつ、境市街地における南北方向の基幹道路として整備され、東西方向の基幹道路である大正路に対して、大道と呼ばれたことに由来する。当時の道幅は4.5県で、土井川と呼ばれるを渡る、南北端にはそれぞれ、南の橋、 北の橋が架けられ、考察場が設置されていた。大阪湾の海岸線に合わせる必要もあって、町割りの当初から綾の町と西木の町の境界で、南から南西方向へ屈折している。元禄年間には、奇襲街道の一部区間となり、文政年間には、観光街となる大和京北の羽島も、波松町として、境市街地に組み込まれた。 1872年には、観光内の市街地の町名が、大道筋沿いの町名に統合され、東西ともに、大道筋と同じ表筋沿いの両側町として、町東一町、町西一町といった具合に、大道筋に近い方から一町二町、となった。なお、大道筋沿いは以前と同じ町名、町域で、東西の別も定解もなかった。 1945年の境内空襲で焼け野原となった後、戦災復興事業によって縦筋、横筋ともに防災に主眼を置いた、福音50メートルの大通りが計画され、縦筋では従来からの基幹道路である大道筋を拡幅することになった。その際、空襲による消失を免れた綾野の町井北は、用地買収が困難で、 拡幅区間は綾の町交差点以南に止まった。また、観号内は南北に細長い短冊系の外区であるため、大道筋と隣の筋を合わせる、すなわち2本の道路とその間の外区を束ねて1本の道路にする方法が取られることになった。その際、大道筋の東側は宿屋町以北において空襲による消失を免れていたため、 全焼状態にあった西側の外区を用地買収し、大道筋と西隣の西六軒筋を合わせる形で、拡幅された。大道筋、大道筋から西六軒筋間の外区、西六軒筋を合わせて27.5軒、約50メートル幅の大通りが誕生し、1957年に半海線の大通り中央への移設が完了して、ほぼ現在の姿となった。以降、 大道筋という名称は綾の町交差点以南の大通り区間を指すことが多いが、同交差点以北の旧来の4.5県幅区間も大道筋であることに変わりはない。また、同交差点では、拡幅された大道筋が旧来の大道筋と西六県筋の2本の道路を使用していることがよく見て取れる。1959年には、西の町以南において、 1969年には、綾野町北において、それまでの両側町の定海から道路を境界とする定海に変更され、江戸時代から続いた大道筋沿いの町も大道筋を境に東西に分かれるようになった。1989年に、市政100周年記念事業の一環として、綾野町交差点以南の大通り区間に、大道筋の道路愛称が境市から与えられた。 ありがとうございます。